皆さんこんにちは、菅野直樹です。今日は教会の墓地に来ています。ちょっと寒いぐらいですけど、先週は北海道の札幌に行ってきましたので、まあそれに比べたらね、寒くはないと。でも確実に冬がやってきて、人生の冬というものが私たちにあるだろうと思います。まあ、つまりいつかこの世界を去って、そして神の身元に行く日が来るだろうと。でも私たちは、人生というのはこの地上だけが人生ではなくて、永遠の天国でのその永遠の一生含めて人生なんですね。だから今の人生、ちょっと早く天国に行くか、またちょっと遅く行けて長生きしてよかった、もちろん長生きもいいでしょう。でも私たちにとってこの一部まばたき、その一瞬とともに後に引っ越していく天国というのは永遠に続くとするならば、私たちはこの永遠という中で考えて、そして先に召されるもよし、また長生きするもよし、ペテロのように苦しみにあって逆さ十字架で死ぬことによってイエス様への愛を示すもよし、あの若きヨハネが長生きしてヨハネの黙示録まで書いて、そして天国に行くもよし、私たちそれぞれ比較ではない、そうですよね。あのペテロもこう言われましたよね。他の人はいい、あなたは私についてきなさい、あなたの道に行きなさい。今日私たちは比較から解放されて、この神と共にある永遠の人生を覚えて、間もなく引っ越しをするんですよね。もっといいところ、最高にいい場所、その天国を覚えたいと思います。フィリピ3章20節には、私たちの国籍は天にあるとあります。その天に向かって今日も生きていこうじゃないでしょうか。神は私たちにこう語っております。私はあなたと共にいる、世の終わりまで。今のこの瞬間も目に見えないけど、復活したイエス様が一緒です。そしてイエス様が再臨される、そして永遠に一緒にいてくださるということを私たちは覚えて、今日も歩み続けていこうじゃないでしょうか。私はあなたと共にいる、それは今も再臨の時も、そして永遠にこの方と一緒に歩んでいきましょう。主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分、でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまったのですか。私はここにいる、あなたをおぶって歩いて来たのだ。あなたは何も恐れなくてよい、私が共にいるから、私が共にいるから。今日もイエス様が一緒にいてくれます。そしてこれからもずっとイエス様と一緒に歩んでいきましょうね。そんなことをこのお墓参りしながら、今日皆様にお伝えしたいと思って動画を配信させていただきました。またお会いしましょう。ごきげんよう。またね、頑張ってください。さよなら。